お疲れ様です。お疲れ。今日はですね、うん、岩手県北上の方までやってきました。北上にもですね、いろいろとアングラな飲み屋街があるとのことで、巡っていきたいなと思います。まあ、水沢はよ、はい、前も来たことあっから分かっけんど、はい、ここはちょっと道の世界だな、北上、うん、で後ろに見えるのが、うん、北上駅ですね、うん、ということで早速行ってみましょう。ちょっと行ってみっか。はい、飲み屋街の方にやってまいりました。おで、あちらの方に何軒か見えるんで、うん、行ってみましょうか。まあよ、はい、まあ、夜だしよ、はい、ちょこのサングラスはよ、はい、見えづらい。じゃあ、うん、通常メガネで。いいかい。はい、しょうがねえな。どんぐりさん、ただのおっさんじゃないですか。まだやってないじゃないですか。まあでもよ、やっぱりよ、はい、平日だから、はい、やっぱり金曜日とか、はい、土曜日だと、はい、もう早い時間までやっぺけど、はい、でも結構こういうとこってやっぱりよ、まあありがちな名前じゃないか。この間の水沢の宿狩りのように、うん、ちょっと面白い名前の飲み屋探してみましょう。外れはねえぞ、こういうとこだよ。だから結局、いや、外れでしょ、これは。これぐらいすると、はい、ちょっとここいきなり外れじゃねえんかいって思いながら、はい、入ったらいきなりまぶいおばちゃん一等がよ、はい、あるんだ、そういうとこが。まあ我々おばちゃんフェチですからね。だ、結構よ、はい、あのガリガリは無理。あと小便臭いのちょっと嫌ですね。だ、わがいいな、何喋ってかわかんねえみたいなよ、はい、話も合わないし。だ、カラオケスナック、なんていうのか、ワクワク、ワクワク、お、なんかちょっと怪しげな看板がありますよ、あのピンクの。あ、本当だ、中国スナックアイアイ。どんな店でしょうこれ。普通のスナックだと思うけど、ちょっと錆びれてますねこの辺。なんか水沢よりちょっと錆びれてるんじゃない。お、イグベ。あ、でもこれ食事どころですね。なあ、土壌とか草原か。土壌、うん、ないですね。俺もねんだよ。カントリー。カントリーロー。お、なんかちょっと飲んで食べれるお店。飲んで食べれる店。中国パブさゆり。こう結構よ。はい。中国パブ多いじゃん、つなってるのが。時間そういうのも頼り。興味あります？結構よ、あの中国系とかって、はい、結構可愛い子多いけど、はい、ちょっと輪切り履いてる人多いんだよ。あ、うん、でも中国系の方がなんか最後までいけそうな気はしますよね。ワンチャンある。ワンチャンありますよね。ちょっと今度行ってみっかな。だって2000だぞ、あっちも。これは？あ、これ居酒屋か。居酒屋のビルですね、これは。もやしか。もやししか出てこないね。視聴者の方から、うん、北上にぜひいらしてくださいっていうコメントがあったんですよ。うん、北上の人がいるんだ。おそらく。おすすめの店コメントしてほしいですよね。たま、もっと買って恋したい。微妙に似てるんでちょっとムカつきますね。ワイネットの心だと。焼肉ほどり。もっとまあラーメンだよ。
あ、もう韓国美女じゃないですかこれ。結構韓国美女の人って綺麗な人多いよな。韓国と中国が結構多いですね、岩手県は。だこの間行った一ノ関も、うん、韓国系の怪しい店が多いですもんね。だからなんか焼肉のいい匂いがしますね。なんか情報ね、なんかこういう情報がいいのかよ。いや、私も全く知らないんですよ、この辺。お、クリスマスツリー、季節外れの。クリスマスツリーじゃん、この風吹いてねえの。和食ダイニング北上川。お、サライ、うん、あ、谷村新司さんお亡くなりになりましたもんね、最近。こういう話したとね。はい、サライのソラ、いつか帰る。あ、やっぱセロハンテープ貼らないと似てないっすね。なセロハンテープねえもんな、はい、まあ、次だな、はい、来た時。お、なんかあそこにも中国系のなんかありますよ、中国スナック。どんぐりさん、ん？あんた、ちょっと人がいて恥ずかしがってますね、撮影。まだ慣れねえもんだよ。お、なんかちょっといろんな店入ってんじゃないですか、これは。エレベーター開けて店はちょっと気まずいですね、うん、走って逃げる感じですね。思える。熟女って書いてますよ。熟女ラン。おお、これ7時から8時の2500円飲み放題、カラオケ、レディースドリンク、別料金させていただきます。これ万年さんの店ではないですよね。ここで、まあ、我々あまり絡みないですけど、もしかしたらそれ可能性ある熟女だ。万年さんの店かもしれないですね、これ。やばいぞ。でもさ、ほら、1時間2500円、まあ、大体5000円あれば飲めるとこだよ。うん、万年さんが接客するんですかね、長間さんにな。MK あるね。これなんか来る時間が早いのかなと思ったんですけど、多分営業してないっぽいですよね。まあそこは電気ついてますけど、だって結局営業しなくても電気はついてるはずだから。誰がこの時間だとついてますね、うん、もう7時近いんで、うん、おいおい、やってんじゃねえよおい。アウェーなんだぞ。やべえな、ほら見てみろ、あのだ、すげえ、あのおじいちゃん死ぬぞ。これアグネス、おっかなおえひんなうちのカーナで、やめろってやめろって。アグネスちゃんね。お、どんぐりさん見つけましたよ。何？セクシーパブ。どれ？ほら。いやだって これは収穫あったんじゃないですか。ああ、次北上に来た時な。はい。ぜひ、うん、元請けの金で。来てみようぜ。はい。元請けの金でですね。ちょっと腹切ってらんねえよ。
これじゃあチェック入れときましょう。 OK、はい、これでもよ、はい、もし北上の人が見てるんであれば、はい、ここの店どういう店か知りたいんで。あ、もうそういうコメント欲しいですね、本当に。こんな店がありますよ、ここはいいですよって。俺らが今じゃ水沢、はい、北上近くにいるんだったら、はい、そこで見てる人がな、はい、ここの店はこういう店で、はい、いいですよとか、はい、あればな、はい、最高だと思うよ。まあ我々、まあ少なくともあと2ヶ月ぐらいは来なくちゃいけないですからね。だからほら看板、おお、45分7千って、まあまあ妥当か。いやまあ高いでしょうね。まあ、高いよな。まあこの田舎町にしては、まあ見て。まあ、1万円だべね、1時間。へえ。まあまあありますね。まあ結構あるな。なんか面白い名前ありますか？ないんだ、やっぱりよ。ラージャ。ラージャ。よ、有名人やってる。いや、鈴木さんはでも絶対無理。そう、だって鈴木さんからするとさ、いや。あ。中国スナックじゃないですか。やめとけって。やめとけって。やめろって。やめろ。お前やめろってマジで。ということで、北上の飲み屋街を巡ってみましたけど、うん、なんか気になるお店はありましたか？なんかちょっと最後のよ、キャバクラっぽいのが一番言い方かもしれない。真面目じゃないですかそれ。マジか、違うやつ。普通のやつじゃないですかそれ。普通のやつだな。ただあそこの今度よ、はい、無料案内所だからよ。無料案内所、うん、あ、本当だ、こんなのあるんだ、うん、これやってんだと思うけど、土日ってまあ金土とかと、はい、まあ、今度来た時よ、はい、まあ、飲みに行く機会があっかねえかは分かんねえけども、まあここはないでしょうね、うん、まあ、そんな行くとしたら水沢でしょうね。水沢行く、多分1回ぐらい行きたいな、はい、うん、ところでさっき中国スナックにピンポンダッシュならぬノックダッシュしましたけど、うん、出てきませんね。多分、いや多分こうやって開けたと思うんだ、怒っちゃって。ああ、お兄さん何してるのなんて言われて。それでは次回、うん、遠野の方に行ってみたいと思います。あっちこそちょっとメジャーな感じじゃなくてマイナーな感じ。いやもう言ったら失礼ですけど、ど田舎だと思います。ど田舎だよな、海にも近くねえし、はい、いきなりだからって山っていう感じでもないらしいから、まあ遠野を楽しみに、うん、まあ行ってみようか今度は。はい、まあそれでは、お疲れ様でした。お疲れ様。